ちは曇り空を晴らすように皆様の心を晴れにするというコンセプトのもと京都を中心に活動しています。本日2演目となりますが、これからのテーマはクラバテングです。クラバテングと牛若丸の出会いと別れを表現します。それでは参ります。響かせろこの声を、駆け抜けろこの時を、心繋ぐ絆構え。秋深まる今日の港、鞍馬の山は紅葉に彩られ、孤独な天狗は酒を片手に悲しみに暮れた。鳴り響く笛の音とともに姿を現す幼き牛若丸、ゆくみ父がいの志さなり、互いの胸に誓いを交わす。はっ、これは偶然か、せいか、時を超えた二人の物語が今始まる。大道展開2014絆、小さくからなく溢れる思い、超えるべきは己のよう、よーさ源氏の光と牛若丸。我は鞍馬の大天狗なる。さあ、力が欲しければ我についてくれ。立ちはだかる高く、スマイヤスさん、諦めないところと、もう一度立ち上がれ。以上、勝負。ファー、今日が手がつかれた。スイファー、剣を負けず戦う天狗と内側。互いに力を見せ合い、一歩も譲れない。クロスからも見まとい、剣を舞うはガラスの前、死をも通るは痛まく。厳しい修行の日々は終わりを告げ、旅立つ石岡と一人たたずく天狗。
お客様に礼。撤収。